なんか見て。で、そうですよ。なんか、桜井さん、こういう、なんか、こういうのを作ったりとかすればいいのに、なんかしないけど、偉人のなんか、顔とか、モチーフとか、なんて、おもねんないんですよね、可愛さに。ああ。そう。はい、こんにちは。デイリーポータル Z 反省会です。司会は今日も古賀です。そして。はい、こんにちは。林です。はい、読者代表の。はい、岡野です。よろしくお願いします。はい、そして今日のゲストは、桜井です。桜井さんです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今ね、見なきゃ、目線を行かせなきゃいけないカメラが変わったので。はい。我々目線を決めましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、桜井さんは結構長いですね、もう。9年そんなに9年すごいよ。2010年加入?9年入団。意外に長い。そうなんか新人気分だな。いやいやいや、でもそんなことはない。確かにベテランいや、ベテランではないんですけど。9年そうだよね。だって入った時から9歳年取ってるってことだよ。あんま変わってないですね。全然変わってない。そうですか。全然変わってない。いや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 。もともとは、じゃあ、デイリー道場ですか？そうです。デイリー道場ですね。はい、今の、自由ポータル。自由ポータルが、の前身で、デイリー道場というのがありました。という。はい、デイリー道場っていうのが、ブログ投稿で、ライターの、投稿先っていう風になってたんですよね。うん、で、そこに桜井さんは、いっぱい投稿してくれて、斎、はい、藤さんとか加藤さんとか小坂井さんとかと同時期に投稿してた。あそこ同期同時期に投稿してて。結構スター軍団ですね。高橋さんとかも同じぐらいの頃に投稿してて、ぐらいな感じ。桜井さんといえば、まあ、手芸がもともとですよね。うん、で、ネタとしても手芸が結構当時から多く。そうですね。うん。多かったんですけれども。はい、それで今回、はい、はい、先日のこちらの記事を。見ていこうかなと思って。手芸が行きすぎて、マシンの見学にね。そうそうそ う, そう。自分でやんじゃなくて。手芸じゃないじゃん、これ。これはスポーツですね。スポーツです。スポーツでしたね。うん、思いの自転車ですか、ね、としての手芸。手芸って大体スポーツっぽいところあるんです。え汗ばんでくるんですよ。ずっとやってると初めて聞いたね。和歌山ですね。はい。うん。これなんで知ったんですか、ここは。これなんかネットでたまたま見て、うん、で、ずっと気になってて、うん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 、だけど和歌山なんで、はいはいはい、なかなかタイミングなくってっていう感じで、うんうんうん、ちょっと紹介したら、ね、はい、いけるってことになって、行かせてもらいました。なんか自転車を漕ぐと、うん、編み物できちゃうんですよね。うん、なんかこれ、読んでも読んでもすぐこれね。あ、いや、マジ俺も同感だよ、これ。フュージョン。フュージョン。桜井さんはね、絵がすごいですよね。うん、でも、チャリンコの絵うまいね。あ、まあ、普通に絵が描ける人なので、すいません、ちゃんと、絵はうまいんですけど、フュージョンとかそういう感じなんですよ、毎回。うん、後ろのね、ガシャガシャミカミカってやつね。うん、そうです。ちゃんとフュージョンが読みやすく、ちゃんと白縁ついてるんですよ。ああ、そう。企業で仕事のできる人で。そうなんです。めちゃくちゃなだけじゃないんですよ。うん、桜井さんはね。めちゃくちゃですか、はい、ガシャンっていうのがね。めちゃくちゃなだけって。結構パワープレイが多いじゃないですか、その、編み物とかも。すごい、なんつうか。根性で。ドストレートに可愛いっていうよりは、ああなんかこう、パワーある感じの編み物とかが多いですよね。うん、そうですね。で、こういうのを編めますという場所でした。うんうんうん、こういうのを、チャリで編めるってことね。そう、チャリ漕いでるだけで、できていく、うんうんうん。これって、ここの人が開発したって言ってますよね。そうなんかそのフュージョン。そう、島世紀っていう、その編み物の機械の会社の、前会長さんかな、みたいな人が、はい、その、すごい発想の持ち主で、うんうんうん、チャリと機械、編み機だっていうのをいきなり思いついて作っちゃったみたいな。思いついたまんまで。まんまで。いや、これすごいです。これ、発明だってことはなく、単純だったなっていう。桜井さん、すごい勢いで漕いでますね。そう。足がないなと思って。足が消えるぐらい。これ、顔の。笑顔。そう、笑顔でね。そう。何なんですか。でもこれ、この会社の下の人は結構大変だよね。そうですね。急にね、くっつけるといい。チャリだよって、でも形にするんだから、すごいね。うちの会社もやるぞみたいな会社も現れず。うん。だって、いいじゃないですか。ですよね。いらねえじゃん。うん。形に発想が作りたいっていう。うん。た
それだけ。まあ、金持ちはやっぱいいですね。うん、いい自由だ、うん。和歌山ってこういう産業あるんですか？編み物のその産業があるみたいで、その織機の、その、あ、織機じゃない、編み機の、うん、その会社も和歌山の会社なので、和歌山の人が作った会社。なんか今、織機と編み機って、そうか、分けて考えなきゃいけないんだなと思っちゃったね。そうですね。なんかで、こういうので作るのは、四国とかが盛んだったりするじゃないですか。そう、機械は和歌山なんですね。こういう、こういう。こういう、つって、なんか編むやつって、なんかちょっと洒落た洋服屋にないですか？あえて取り入れてる。そうそう、あえて古いやつで作っておりますみたいな。考えた人天才だよね。あ、見て。だから、軍手の、その、腕のとこだけの機械とか。これも襟、これ襟、これも襟だけなんですよ、ね。襟だけ。でも襟できんだったらなんかできそうだよ、ね。伸びるような、編み方ってことなんですかね、その。そう。まあ襟は。で、あと手袋も左手用、右手用。ああ、そうですよね。だからそれだけ服がやっぱ、必要とされてるってことですよね。そんだけ作んなきゃいけないってこと、ね、そうですよね。だって昔、追いはぎとかいたわけですよ、ね。まあ、そうですよね。そうですよ。服を求めてね。そう。うん。本当に昔なの。ナイキ持ってるやつは、ナイキ持ってるやついるじゃないですか。はい。刈られるやつ、ね。エアマックス狩りだ。ああ。はい、追いはぎですよ、あれ。ね、現代。まあ、そう、現代の追いはぎですね。まあ、そんな感じで、この記事は大変話題になりました。これが本当にね。これ、うん、相当理解するのに時間がかかったよね、うん。そこを拡大してんのかっていう。うん。うん、そうそうそう。そうですね。確かに。あ、これが。じゃあ、これもそうだ。これを見せよう。これを見せよう、見せよう。これが、桜井さんが自転車こいで。麺でいいね。麺。あ、そう、夏は麺で、冬は、エリマキって暑いじゃん。あ、でも暑いですよ。まあでも、そうね、確かにね、暖かいものだよね。なんだ、もう冬してちょうどいいと思っちゃったな。いいものですよ。これいいですね。いいもの。こういう、網目の模様ってやっぱいいですね。おー。すごいね、でも。なんでこうやってさ、模様になるんだろうって思うね。いや、本当。これ一本なの？編み物とか全然わかんないから、ね。糸替えをどうなってるんですか、ね、勝手になるんですよ。チャリこいてたら。どっかで結ばさってんの？2色セットしてて、うん、それしかわかんなかった。裏とかにあるんじゃないですか？だから、なんだろう。ずーっとじゃあ、両方とも色がいるってことだね。あ、そうか、そうか、そうか。裏にずっとある状態。表、はいはい、に出るか裏に出るか。そうです、そうです。あ、なるほど、なるほど。そうだ。わかんなかった。やりたいことはなかったね、うん。桜井さんは本当は自分で編みまくりなので、ちょっとそれがあれ、はい、ちょっと紹介。あ、おい。あ、ぜひぜひ。出た！これだ！これ最近のやつ。はい。ラーメンこぼした人になるやつですね。ってなるやつです。こういう感じなんですよ。いつも大体桜井さんの。すごいでしょ？すげえ。これしかも図面とかないんですよね。図面はできないんですよ。頭で考えて、もうすぐ手で出力するんですよね。天才だと思う。いや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 。だって。図形描けないんですよ。ばっか見て。で、なんかちょっと古いでしょ、これネギでしょ。この、なんていうのかな。ネギ、ネギ、ネギです。ネギって、うん、すげえ。色の感じとかも独特だし、そう、あとなんていうのかな。これ、キノコ？そう。丸まま入ってる？桜井さん顔がすごいんですよ、そんで。こういう写真撮らした時の顔が。これですよ、いつも被ってるのはこの鬼の。あ、はい。すげえ。いつも被ってるのがこれ。これ1個ですか、いつも。あ、1つですか。一つしかないです。こう鬼の人なんですよ。いつからやってんのこれ。ちょっとね、桜井さん要素多すぎて、あんまりね、これ、もう盛り盛りなんですよ。追加しない方がいいかも、これは。もうさ、じゃあさ、これとか言ったらもうできちゃうわけ？あ、できちゃう、できちゃう。できます、できます。へぇー。すごい。大体そういう感じ作ってるんですよね、いつもね。もっと作りたいんですけどね、なんか。使えないよね、そうですよ。なんか、桜井さん、こういう、なんか、こういうのを作ったりとかすればいいのに、なんかしないけど、偉人のなんか、顔とか、モチーフとか、謎のモチーフを選んじゃうんですよね。それで、ね、なんかあんま可愛くないなっていう感じで、織田信長とか、そうそうそう、家康とか。そもそもだって。それでもね、なんて、おもねんないんですよね、可愛さに。ああ。そう。絶対におもねらない。自分の作りたいものを作りたいように作る、結構ロックな、編み作家なんですよ。この顔ね。うん、
いいね。すごい京都、色違いの T シャツじゃない？あ、そうです。自作なんです。あ、そう、自分、あ、自作なんですか？自作の。だからね、もうね、要素多いんですよ。自作ライさんはね。ね、自作の。そう、売ってるんですけど、2年に1枚ぐらいしか出なくて。あと何枚あるんですか？桜全部売ってるの？オンデマンドだね。ああ、よかった。あと100年ぐらいかかんない。年一で売ってる。顔芸もね、桜井さん、ぜひ見てもらいたい。素敵な人だね。はい。で、まあ、ちょっとそういう編み物やりながらも、最近みんなを震撼させたのが、リボンファンっていうことで。ああ、そうですね。そう、あの、震撼させて。これやばかった。はい、ブロック。これもすごい、話題だった記事なんで。で、まあ、何しろその桜井さんはリボン愛が、工事すぎて、あれ持ってきてもらいました、ね。はい、すごいでしょ。これリボン、これリボンの、なんていう、過去のリボンの作品とか、いろいろものをまとめた同人誌を出してて、これが超話題なんですけど、なんかすごいですよ。そう、だけど、これはユニットで、友達と作ったんですけど、リボンファンのコンビで、それにしても字が多い。すごいんですよ。で、桜井さんってインターネット始めたのは、そのリボンのコミュニティをやってたんですよね。そうですね。そのファンサイトとかで。とっつきにくいね、意外に。この文字数だよ、この文字数。ガチなんですよ。ガチくそガチなんで。これ年表じゃないもんね、これもうね。収まってない、俺。そう。そうなんですよ。流数がね、もうね、テレビブロスが本気出した時みたいな。これでも大きくしたんです、文字。あのね、老眼始めた人に。いや、もう、これも厳しいもんだって。いや、これでも大きくしたんです。もう読む人みんな老眼始まってからさ。ね、でリボンの、はい、本当の雑誌もすごい嫌なやつ。字ばっかりで面白くないよ。面白いんだから、これが。だって読めないもん。漢字がこんなにあると思わない。懐かしくて泣いちゃうんですよ、これをみんな読むと。ザワハイと聞いたことあるの7ね。ね、7だ !7! ああ。薄い。知ってる知ってる。嘘ね、もう字ばっかりだ、この本。みっちりしてますよね、桜井さん。何でも、ね。何でも、網目も、網目もみっちりしてるし。なんかこう。そう、あ、なんつうのかな、圧がすごいですよね。急、う、に、ん、もう一回最近出したの。あ、これ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 もうすごい、これですよ。みんなが悲鳴を上げた島でも。うん。なんでなんで？あのね、すごいみっちりしてるんですこれなんか。あ、これは完全に一人で作ったやつ。島根出身なんですよ。島根。うん。これいいんだ。あ、そうね。島根になるやつね。あ、そうそうそう。そう、リゼントです、ね。うん。だってまだついてないもん、これ、島根に。島根じゃねえじゃん、まだって。サンライズ出雲のシャワーが楽しいけど、まだ電車だからね。これねリボンと島根はどっかで今買える状態なんでしたっけ？そうですね。ブースでやってるんですね。じゃあはい。とか、あと店舗とかもちょっと委託してるところもあるんですけど。同人誌の、はい、うんうん、お店とかでね。はい、ぜひ興味のある方は探していただきたいんですけれども。桜井さん、このみちみちの凝り性のみちみちだと何が言ったらいいんだろうと思いますね、次は。何か教えてほしい。ねえねえ、いつからみちみちしてるの？子供の頃から、ね、多分昔からだと思う。収集癖とかあります？あ、だからリボンぐらい、ね。あ、そうだ、リボンだ。リボン家に行くとめっちゃリボンあるんですよ。雑誌のリボンが。古いやつから。昔の？そうそうそう。あ、だけど80年代、90年代だけ。自分が読んでた頃のやつですよ、ね。だから結局自分が通ったものに興味があるっていう感じ。島根好きになりそうな本だね。いや、本当ですか？でもまあ、それは本当あると思うんですよね。桜井さん、もう一個すごい、ね、すごい、あ、これ西村さんの記事なんですけど、家がすごいいい家っていう、これも聞いたよ。西村さんが書いてるのおかしい。西村さんがね、桜井さんちのおじいちゃんの家が、指定重要文化祭だっていう。記事を書いてるんですけど、うん、桜井家っていうね、なんか名門の、親子でしたが、西村親子。西村さん親子。お父さんと太郎くんじゃなくて、お父さんと、おじい様と。おじい様と太郎くんじゃなくて、西村さんの息子さんじゃなくて、西村さんの元のお父さん。お父さんと。そっちの親子だ。うん、そっちの親子です。あ、子供連れてきたんじゃない？まあでも、桜井さんちのおじいちゃんちは、まあなんか観光地みたいなもんなんで、そうですね、来たかったんでしょうね。それ西村さん。車の免許も OK ないから、多分車に乗っけてもらってきたんだ。足です。とにかく桜井さんは本当なんか要素が多いんで、ちょっとぜひ、この記事も。すごいよ、これ。皆さん読んでいただきたいんですけどね。
なんかあれですよね、去年はタイガにご先祖様が出たりしてましたよね。そうですね、2年ぐらい前ですかね。2年前か。なんか、サナダマル。あ、そうだ、サナバダマルの時だ。先祖が出てて。そうそうそう。その時。そう、あ、そんなことある先祖がサナダマル。あるわけないですよ。ないっすよ。うん、先祖が、戦国武将で、売名公園。おかしいでしょ。売名公園に燃えてた。名刺を配るっていう。武将、武将だったんですよね。ちょっと、イラッとする取り上げられ方だね。いや、だけど、そういうキャラ。実際そうだと、みたいな。自分の名前が書いた木札を、配りまくるっていう。結構、でも、テンション似てますね。そうです。その末裔がみちみちっていうのは、なんとなくわかるね。そんな感じで。いや、すげえ。盛りだくさんすぎてすごいです。ちょっとね、ほんと収まりきんないなと思ったら、やっぱりちょっと。収まんない。もっと掘っていいね、一個ずつね。いやいや、そうなんですよね。そんな感じで、ぜひ、みんな桜井さんの記事を読んでくれっていうことです。うん、何か言い残したことなどがもし。あ、そうだね。これを。はい。よろしくお願いします。みちみち具合を。みんな目撃してください。こういうリアクションとかもね。そうそう。これね、多分動いちゃうと。ああ、止めた方がいいじゃん。はい。本当目が離せない人なので、ぜひ皆さん注目してください。はい、というわけで、桜井美香さんをお呼びしました。ありがとうございました。ありがとうございます。